皆さんこんにちは、見た目は阪急社員、知識量はまあまあ、筋本だけは助役級、三好提督です。今回はですね、私が好きなとある配信者さんがやっていらっしゃる現地調査をちょっと真似してですね、野瀬電鉄は常盤台駅にやってまいりました。まあ秘境駅というほど秘境かといえばまあそうでもないんですが、まあ秘境駅っぽいということで第1回は常盤台駅をお送りしたいと思います。ホームはですねコンクリート、アスファルト製です。継ぎはぎではあるものの、端から端までアスファルトが引かれておりまして、まあところどころコンクリートもありますが割としっかりとした、床面です。線路はですね ATS 地上紙また、枕木はコンクリート製です。駅の目の前はですね住宅地が広がっております。かなりの傾斜がありますね。そして駅舎自体は、トタンですね。屋根と、壁部分はトタンで、柱は部分的にレールでできています。こちらが発車時刻表になります。まあ秘境駅の割には、ダイヤの方は割と充実していますね。こちらが駅名表ですね。そしてこちらに待合室がありますので入ってみたいと思います。こちらが、常盤台駅の待合室の中です。まあ秘境駅っぽいとはいうものの駅ノートはないですね。なんと東芝のクーラーも完備されています。それではもう一度外へ出てみましょう。それではですね、駅の外に出てみたいと思います。駅の前はですね、宅地が広がっており、人がいらっしゃいます。こちらは手洗いですね。手洗いはまあまあ充実している感じです。おそらく山下駅の案内所と通信ができる、案内機になります。それでは駅の外へ出てみましょう。こちら券売機は電気券売機が2台、そしてモニターがあります。駅前はですね、個人経営のお店商店が1軒とモーターショップと今日、タクシーの乗り場がありますね。あとは団地と宅地といった感じです。こちら駅舎になります。それではもう一度駅の中に入っていきたいと思います。改札はご覧の通り自動改札機が、3台ほど並んでおります。今年もツバメが帰ってきました。巣立つまでの間暖かく見守っていただきますようお願いします。やはりですね田舎の駅だけあって、ツバメに対する優遇もかなりいいものになっています。それでは改札を通りましてホームの方へ上がっていきましょう。こちらがホームに上がる階段ですね。乗り越し生産機は綺麗なものになっています。まあ正直秘境駅というほど秘境ではありませんね。割と設備もいいですし、駅舎はですねこういう感じになっております。まあでも正直この駅舎自体がなければかなりの秘境駅といった感じですね。ちなみにこの私の現地調査撮影は手持ちのエクスペリアで撮影しています。編集なしです。マイクもなしです。防犯カメラがありますね。防犯カメラですね。秘境駅じゃないですね。防犯カメラがついていますね。
電車が来るようです。ちょっと電車が来るそうなので撮影を試みたいと思いますが、乗車予定の列車であれば、撮影を終了して、乗車をするしかありません。あ、乗車予定の列車ですので、これで撮影を、現地調査を終了したいと思います。今度はですね、多分 JR 保津峡駅を調査する予定です。それではありがとうございました。